い、どうもこんにちは、まみよしです。ってことでね、今回の自作 PC のテーマは安価でできるゲーム実況向け PC、 イエーイ。ということでね、今回は今後ゲームとかも重くなっていくと思うんですけど、それを見据えた安価な、まあ安いゲーミング PC をね、実況用にキャプチャーボードも用意してあるんで、これさえあればゲーム実況バッチリっていう構成で今回は作っていこうと思います。ということで早速パーツ紹介していきましょう。今回まずは目玉の Ryzen 5の1400です。4コア8スレッドの Ryzen の CPU になってます。これはグラフィックが内蔵されてないので別途グラフィックボードが必要なんですけど、まあゲーミング PC といったらね、グラフィックボードは絶対つけるものなので、今回はこの Ryzen 5 1400を選びました。はい、次、メモリはいつも使ってるコルセアの DDR4 の 8GB×2 枚のメモリです。そしてグラフィックボードは GTX 1060 3GB です。 GTX 1060で 6GB もあるんですけど、まあ、3GB の方がコスパはいいかなと思って 3GB にしました。昔1060の 3GB のモデル使ってたんですけど、全然これでね PUBG とかも 144Hz とか出てたんで、これでも全然大丈夫かと思います。心配な人はね 6GB モデルとか、まあ、GTX 1070とかにしてもいいかと思います。ちょっと高くてもいいんだったら 1070Ti がコスパが良くておすすめかと思います。今回は安く仕上げるために1060を使います。はい、マザーボードはね Ryzen 5が1世代目の CPU なので、今回は450じゃなくてね350を選びました。メーカーはアスロックになってます。はい、次 SSD、 今回はこちらキングストンさんの UV500 の 480GB モデルです。まあだいたい 500GB です。こちらキングストンさんがね、ぜひこちら使ってほしいということでご提供いただきました。ありがとうございます。ということで今回はこちらの SSD を使って組んでいきます。はい、こちら電源ユニット、今回はサーマルテイクのスマート600W ということで 600W の電源にしました。1060とかだったらね、全然 600W で十分かと思います。はい、ケースは動画には出してないかな、動画には出してないんですけど、昔使ったことがあるバーサ H17 です。バーサの H18 は動画で2回か3回出たモデルなんですけど、今回バーサ H17 というモデルを使っていきます。今回はね、ここがアクリルになってないモデルです。写真だとなんかアクリルになってるけど、多分これはアクリルになってないと思います、多分。ということでケースはこちらで、最後にキャプチャーボード、こちらモンスター XX2 WX2 かな、ちょっと読み方わかんないですけど、のキャプチャーボードですね。僕も今これ1台これ使ってやってます。パーツは以上ですね。ということで組み立てていきましょう。まずは、まあ、今回はね、組み立てそこまで詳しくやんなくてもっていう感じなんで、まあ、さっと組み立てていきますか。はい、というわけで組み立てていきます。マザーボード開けます。いつも通りマニュアルとドライバーの DVD、 そして背面パネルの SSD 固定ネジ、そして SATA ケーブルですね。そしたら中身オープンの、おお、アスロックのマザーボード、はい、オープン、これですね。中身出していきます。はい、いつも通りここの上にこう置いてやっていきましょう。はい、まずは何をするかというと、あ、で今回ね CPU ファン固鉄とかがないと思うんですけども、 Ryzen にはね CPU ファンがね最初から付属していますので、こちらを使っていきます。まずは何をしていくかというと CPU ですね。最初に CPU を開封していきます。これが CPU 本体 Ryzen です。ここのピンを跳ねますと、ピンを外します、取り付けします。向きはねちゃんと間違えないようになってるんで、こうやって置いてパチッとはめるだけで簡単。ということで CPU 取り付け完了です。ズームした方がいいね。ズームしようか。はい、次何するかというと CPU ファンつけようか。先に CPU ファンこんな感じになってます。 AMD ロゴがあって、まあここがファンですね。そしてこちらの後ろに最初からグリスがついてるので、まあこのままガチャーンとはめればいいだけです。ということで取り付けていきましょう。このタイプだとまずドライバーでね、この四隅のこれですね、この黒いやつを外していきます。はい、ということで取り外せました。そしたらこれがねこう縦長になってるんで、ここの幅とこっちの幅の方が広いんで、でマザーボードはこっちが上ですね。ここにロゴが書いてあって、ケーブルの取り回しがしやすい方でこっちですね、こう向きで取り付けますか。このネジ穴に合わせてこんな感じで締めていきます。こういう風にね完全に締め切れば OK です。ちゃんとねこれ以上締まんないところまで行くので、はい、これで CPU ファン取り付け OK。 そうしたらこのファンコネクタがあるので、それを CPU ファン1っていうところにこのコネクタをブスッと刺します。これで OK。 はい、そうしたら次は何にしようか。メモリ取り付けていきましょう。メモリもいつも通りこんな感じであるので、片方を開いて、物によっては両方開くのもあるんですけど、そうしたらここに差し込みます。カチッと音がするまで
パチッパチッ、はい OK、 はい、もう1本8ギガ、これで16ギガですね。カチッカチッとメモリ搭載完了、ファンもついてます。そうしたらもうマザーボードがこれで終わりですね。 M.2 もつけないんで、 M.2 をつける場合ここにぶっ刺してここにネジ止めるっていう感じですね。そうしたら次はケースですね。はい、ということでケース出てきました。ドドーン、はい、こちらケースになります。そうしたら正面がここなんで、正面から向かって右側を開けていきます。まあ両方開けるんですけどね、こんな感じで開けてもらうと、はい、オープン。まあ、こんな感じでね、いろいろついてるんですけれども、電源をここに入れます。電源こちら、サーマルテイク。はい、開けていきます。オープン。説明書ですね。と、あとなんか、保証の関係のやつです。そして、これが電源コード。これは全部あれですね、電源にくっついてるタイプです。モジュラータイプではないです。まあね、そんな変わらないんで、しかもこのケースはね、配線が全く見えないので、これでいいかと思います。はい、電源取り出せました。そしたら、まあこれをバラバラにさせます。これをね、ここ下からね吸気口があるので、今回のケースの場合はこう向きで取り付けていきます。入れます。じゃあここ4点をネジ止めですね。ここの4点のネジは電源にもついてたり PC ケースにもついてたりするんですけど、今回はじゃあ電源ついてたネジを使っていきます。これを開けて、はい、止めていきます。はい、止められました。そしたら次はですね、今回のマザーボードはケースファンの端子が2個あるので、1個は後ろで前面にもう1個取り付けたいと思うんですが、前回の自作 PC の時にこれを特化のやつに変えたんですけど、今回はこれを使ってこれを前面にフロントファンとして付けたいと思います。そしたらこちらね、逆側のネジも外していきます。そしたらね、こっちの手前側ですね、手前側のこっちがあるんで、それをね1個ずつこういう風に取っていきます。逆側も、はい、ということでね、こうやって前面が外すことができますので、そしたらここに前回の自作で余ったフロントファンを取り付けていきます。取り付け方はこんな感じで、フロントファン真ん中につけましょう。まあ、これも簡単ですね。ここにはめてネジを回すだけです。 12mm のファンなんで、これは内側に取り付ければ OK。 12mm、14mm っていう感じで2種類のファンが取り付けられるので、このケース割とおすすめですね。で、コンパクトなのでまたそれがいいんですね。はい、フロントファン取り付け OK です。真ん中に取り付けました。そうしたらここのケースを戻していきます。まあ、フロントファンつけない人はね、ここを取り外さなくてもいいですね。はい、元に戻りました。そうしたらですね、こんな風に横向きに倒してですね、バックプレート、こういうバックプレートがマザーボードについているので、こちらをケースの後ろ側でそこに向きを合わせて取り付けていきます。はい、こんな感じで取り付けられました。はい、ということでですね、マザーボードをこう取り付けていきたいんですけれども、まあこの穴が、まあ、こんな感じでね、マザーボードにポポポっていうね穴があるんですけど、そこにねネジが足りてないところがあるんですけど、そこに足りないところをこのケースについてきたこちらですね、台座がついてるんで、これをはい、どこの家庭にもある、なんかいろんなやつ、これを使ってここの穴にセットします。足りないところ、今回で言うとここですね、ここに取り付けていきます。はい、奥まで取り付けができたので差し込んで入れていきます。そしたらこれもケースについてたネジを使って、これですね、まあ、こんな感じの皿型っていうのかな、これを使って、まあ、全部止めていきます。くるくるくる、全然関係ないので江ノ島行きたいから、こんな感じで仮止めできたらずれてないことを確認して、クックックと。 CPU ファンがちっちゃいとすごいネジが染めやすい。小鉄つけた時めちゃめちゃこれ締めにくかったんだけど、この AMD の純正のファン背が低くてもう手がすんなり入っていいね。まあ、AMD2 世代目になると、これが確か RGB ファンなのかな、これ1世代目なんで光んないんですけど、今回のケースは全面覆っちゃうんで、まあ、光っても光んなくても全然見えないんで、これで OK ですね。横がアクリルになってないケースを買って正解なんじゃないかなって思います。そしたらケースファン1にこちらを挿していきます。ケーブルの取り回しは綺麗に見えるようにここに挿していきます。はい、 OK。 配線もなかなか綺麗ですね。こうしたら、でそうしたらね、こっちの前面フロントファンのケーブルも伸ばしてあげて、今回のマザーボードだとここ、これをどうやって這わしていくかが問題だな。下を通してっていう感じで、まあ、配線も綺麗にしつつ、やべ、どっから取れてなかったんだ。